長野県下高井郡山の内町にある縄文時代晩期の集落遺跡である。1976年12月25日に国の史跡に指定された。志賀高原の古障地帯から流れ出るにはマセ川の中流域山の内盆地の南西部に所在する。昭和初年、本遺跡出土の亀川岡式同期が大府文化、南進む資料として学会に紹介され、 注目を集めた。その後の調査によって、集め石以降などの存在が確認され、河原家、石器など多岐にわたる種類が豊富に出土している。特に晩期前用から、中央の土器は、中部地方独特の様式を示しており、佐野式と名付けられている。さらに、佐野式に伴って、亀ヶ丘式の皿、壺、中高土器などの搬入品が認められ、 当時の公益問題等を考える上で重要な資料となる。また、中部地方では、縄文時代後期から晩期にかけて遺跡の数が大幅に減少するが、その中にあって規模が大きく、豊富な遺物を出土する本遺跡は、中部地方における晩期の代表的な集落跡として重要なものである。ABC、佐野遺跡、文化庁。 2020年10月28日閲覧、佐野遺跡、ありがとうございます。